はようございます。2023年5月25日木曜日の朝です。今日の体重は 65.70 でした。体脂肪率は 38.0% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気晴れ、あれ本当に雲一つない晴れの様子でございますね。気持ちいいね。そして昨日ですね、町内の方、ここ芝刈りっていうの、雑草を刈ってくれましたね。ありがたいですね。うわー、あったかい。今日はですね、ちょっと私午前中のうちにお出かけさせていただきますよ。午後からは特に予定はないんですけれども、なんかやりたいことやっていこうかなって思っておりますよ。まずはさよならします。じゃーん。昨日旦那さんが札幌でお土産で買っといてくれたブールアンジュのクロワッサンいただきたいと思います。この芸術的なしましまがテンション上がりますね。今日の朝ごはんです。今日はクロワッサン、こっちは中にチョコ、こっちは中にクリームチーズ、それと今日はヨーグルトにメープルシロップシナモンで食べます。中に入ってたのはクリームチーズじゃなくてホワイトチョコでした。今10時です。めっちゃ暑い、夏みたい。うわ、天気もすごいよ。ギラギラ太陽でございます。じゃあこれからですね、今日は隣のですね、千歳市にあるところのあのイベントに行くんですよね。なのでちょっとこれからお出かけしたいと思います。阿弥陀町役場にちょっと用事がありました、忘れてた。なのでちょっとこちらのぬくもりセンター寄ります。よし、用事終わりました。わ、すっごい天気いいね。行ってきます。じゃん。今日のイベント会場は千歳市にあるこちらの手作り雑貨&カフェきらりさんの方で行っているということでございますね。今私正面じゃないですね、横にいますね。行きます。お、入り口はこちらみたいですね。今日こちらに来た目的はですね、私シエスタさんの方でお世話になって待っているメリコさんがカラーセラピストをやっておりまして、ここで今日バースカラーのイベントというかですね、出展をしておりますね。それでちょっと遊びに来ましたよ。メリコさん来ました。こんにちは。メリコさん、今日カラーセラピーということで、ちょっとですね、1500円って書いてますけど1000円みたいです。じゃあ早速、また前もやってもらったんですけどね、これはその時によって必要なカラーが変わるということなので、ちょっとお願いしてやっていこうと思います。よろしくお願いします。これを、でもやっぱり黄色、やっぱり今日は黄色が真ん中にして、なんかこの昨日菜の花見てきたから、なんか雰囲気、こう菜の花の色が印象深かったから芸術的に考えます。考えます。でもこれでいいかな。はい、わかります。はい、お願いします。はい、それではやっていきましょう。はい。解いていきます。お願いします。あ、ドキドキする。今日はなんか私に足りないのは黄色ということで治療します。世界を黄色くしてます。お願いします。はい、それでは。はい。まあ、すごい。すごいですね。すごい黄色ですよ。すごい黄色。馴染んでくるんですよ。びっくりしちゃう。ずっとかけてて様子見てください。はい。それでは、はい、ちょっと前まで、たくさん断捨離とか。今日は本当にありがとうございました。すごいためになりましたよ。よかった。頑張れそう。これからもありがとうございます。ぜひぜひ黄色からパンをもらってください。はい、あ、そうですね、そうですね。皆さんもご興味ありましたら、私を通してルリコさんご紹介できますので、こういうやってやりたい方、よろしくお願いします。こちらでは即圧というのをやってるみたいですね。タロットカードもやってますね。はい、あ、すごい。
ごい楽しかった。本当は時間があったらもうちょっと他にもなんか足つぼマッサージもやってたりとかネイルもやってたりとかしてたんですけど、ちょっとですねもう時間が今日ないので、今日はルリコさんだけのですねバースカラーのやつ見てもらっておしまいですけれども、すごい楽しかったです。他の方といろいろお話ししてですね、今後もお付き合いさせていただけそうなのでよかったと思いますよ。じゃあ移動します。ヘリコロの動画ちょっとニトリ寄ります。もうすごいね今日天気ですね。暑いよ、もうすっごい日差しがじりじりですしね、焼けそうですよ。そしてお昼ご飯を食べに新札幌の方まで来てみましたよ。行きます。ちょっと ABC マートを寄っちゃいます。今日はフードコートでお昼ご飯食べることにしましたよ。久しぶりにうどん食べたいので丸亀店に行きます。旦那さんはカレー、今日のお昼ご飯です。今日は冷たいざるそばにしました。あとはアスパラの天ぷらで食べます。そしてうどんだけじゃ足りないと思った私は、旦那さんが頼んだカレー屋さんでチキンティッカも単品で頼んでもらいました。美味しそう、食べます。よし、いろいろ用事済ますことができたのでこれからですね、アビラ町の方に入ろうと思いますよ。そしてですね、急遽シェスタさんの方でアロマトリートメントのご予約入りましたのでですね、到着したらすぐに準備してシェスタさんの方に向かいたいと思いますよ。帰ってきましたよ。めっちゃ暑い、すごい、アビラ町もすごい暑いですよ。まずは準備してシェスタに行く準備します。今4時半です。準備できましたのでシェスタに向かいたいと思います。はい、今日ですね、トリートメント終わってコーヒーも飲んで、それでその後また急遽ですねもう1名ですねトリートメントさせていただきましてですね、それでもう7時くらいになっちゃいましたね。あ、もうすっかり暗くなってますけれども、今日も夜ご飯はセブンイレブンにしちゃいそうです。まずはちょっと考えながら帰ります。来ちゃいました、隣町のセブンイレブンでございます。カエルの声が聞こえておりますよ。まず買い物してきます。じゃん、今日は暑いのでピノのいちごアイス買っちゃいました。食べます。帰ってきましたよ。わあ、なんかまだなんか夏の夜みたい。半袖なんですけど全然寒くないですね。そしてカエルの声がここでも聞こえておりますね。なんか入ります。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日ですね、隣の町ですね、千歳市、うちからだと車で20分くらいかなの新千歳空港がある町ですね、行ってきました。それで何で行ったかというと、シエスタでお知り合いになったお友達のルリコさんがですね、今回はイベントでカラーセラピーやりますっていうことだったんですよ。ですごい前に私シエスタさんの方でルリコさんに会った時にやってもらったことがあって、いつ1ヶ月くらい前だったかな。でやった時にですね、あれなんか占いとはまたちょっと違うんですよね。で自分で色を配置するから、そこから自分の潜在意識を読み取って、それを、そのカラーセラピストさんが教えてくれるっていうこと でサングラスをかけるんですけれども、その置いた位置によって私に今必要な色みたいなのが分かるんですよね。でそのサングラスを、その色のサングラスをかけることによって自分の体の中にその色を吸収、いろんなものを見て、黄色い世界を見て、その必要な色をもう視覚から取り入れてですね、それで、自分の精神とか肉体的にも精神的にも整えていくっていう治療をしているような状態であれをかけるんですけれども、でその前回やってもらった時にもう本当ドンピシャで、自分がこれからどうしたいか、あと今の現状がどうなのかとか、もう本当にそのまんまの状態が出てきてですね、でそれでそれ色でそうやって分かるんだなっていうのも本当びっくりしましたし、で必要な色がどういう色かっていうのが分かることによって、
なんだろう、私前回は紫だったんですけれども、なんかこう紫のものに意識してこう生活少しするようになるんですよね。やっぱり紫がいいよって言われたら、紫色の食べ物を食べたり、あの琥珀と紫の部分をやったら食べたりとか、うん、あとなんかこうアメジストの石がうちにあるんですけど、あ、そういえばうちアメジストの石あるなと思ってアメジストの石見てみたりとか、なんかそういう風にちょっと気持ち的に紫を意識するようになるんですよね。でやっぱりそうなるとですね、なんか今私はすごい忙しくって体調が良くなるとかっていう変化は特に感じていないものの、なんか流れ的にはあのすごいいい方向にどんどん向かっていってる感はありましたね。やっぱり自分がそうなりたい、そうするためにどんなパワーが必要かっていうのが分かっただけでもすごいと思ってたんですよ。でやっぱりあの占いじゃないので、なんていうのかな、その時その時でまた自分の潜在意識状況が変わるとですね、またその奥配列も変わってくるので、今回もですねちょっとやってみたいなと思って行ってきました。それでやったらですね、やっぱりすごい、もうまた同じような感じでびっくり仰天ですね。でなんとなく言われてみたらそうだったんだなっていう感覚よりも、もうちょっと深いところで、ああそうなんです、実は私っていう、あの自分の奥底で思ってたこととかもこう引き出してくれたりとかしてですね。でもそうやって自分が認識すること、潜在意識で考えてることだから、それを自分の方で認識することってすごい大事だなと思いましたしね。でこれからいろいろやっていく中で何が必要かとかっていうのも分かりますしね。それで今回は私には黄色がまだ、あの黄色を見たり食べたり身につけたりすることによってですね、すごく、まあ、潜在意識でパワーを引き出してくれるっていうことが分かったので、すごい面白かったですよ。皆さんもなんかぜひちょっとやってみてほしいなと思いました。うん、なんかこう今自分が何をしなきゃこういう状況ですっていうのは割と私把握できてる方なのかな、わかんないけど、なんか分かってはいるんだと思うんですよね。全然自分がわけわかんないみたいな感じになったらあまりなんないので、なんですけども、なんか確信が持てると自信がついて、それで進むべき方向が見えてくるっていうのは確かにあるので、すごい良かったなって思いました。本当面白いですね。そんな感じでございましたので、もしご興味ありましたらですね、なんか私のインスタとかでもいいんですけども、通じてメッセージいただければですね、瑠璃子さんご紹介できますので、ご興味ありましたらご連絡いただけると嬉しいです。はい、そんな感じでございました。そして今日はですね、ちょっと外食しちゃったんですけども、また夜もですね、ちょっとセブンイレブン、いつも毎度のことですね。セブンイレブン行っちゃいました。で、一応ですね、ミニ冷やし中華ですね。ミニ冷やし中華買ってきましたよ。カロリーが287キロカロリーです。なんですけど、きっとこれだけだったらお腹空いちゃうなと思って、筋子の握りを買ってしまいました。これももし食べてみてお腹がまだ空いてるようだったら食べようかなと思っておりますよ。はい、そんな感じで今日もこれぐらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。